八重宮司様、約束通り来ました。ご安心を、配下は連れてきていません。それにここへ来ることは誰にも知らせていません。約束通り来ると分かってたぞ。それに何時、ここ数日の間胸がざわついて夜も眠れなかったのではないか。私が当主様を疑うことなどありません。それは憶測です。それで証拠はどこに。ほう、もう一人約束をしてた者も来たようじゃな。これを手に入れるために苦労したんだぞ。さらに渡すといい。自分で判断せ。これは確かに当主様の官印が。偽物ではない。帝皇軍、三五宮、前線、どれも一言も触れていない。前線で命を落とした兵士、人々が受けている苦痛、どれも言うに値しないものとでも言うのか。命をなめている。どうしてこんな隠蔽を。もちろんメガリレーを順調に遂行するためじゃ。それらを将軍が知ってメガリレーが廃止になったらならんからの。天領奉行はわざと将軍様に隠蔽を。うむ、メガリレーの遂行で得するのが誰なのか。もう少し。天領奉行とファデュイの間で交わされてた手紙だ。九条家の当主が隠してたものらしいぞ。どうじゃ、何時の見たかったもの、見たくなかったもの、すべて目の前にあるぞ。よもや見て見ぬふりはできぬじゃろう。私が今まで続けていたことは、こんな、こんな、くそ。裏切り行為を許すわけにはいきません。当主に会って直接話してきます。九条サラ、すごく怒ってたな。こちら側に引き込むことは成功したみたいだ。おう、彼女を追ってみよう。待て、わっぱ、まだ話したいことがある。お、何時が初めて一心浄土に入ったのは千手百目心臓の前じゃったな。あの日の情景を再現するんじゃ。千手百目心臓の前で雷電将軍の心を開かせれば、勝機は必ずやってくる。これを持っていけ、選別じゃ。これは鳴神大社のお守り。ご利益のあるもので、何時のために特別に残しておいたんじゃ。絶体絶命の状態でそれを取り出せば危機から抜け出せるかもしれぬぞ。もちろんわらわに会いたいと思った時に取り出してくれても構わぬ。ひょっこり出てくるやもしれぬな。こんな大事な時に冗談はよしてくれよ、キツネお姉さん。悪いな。ではわらわの愚鈍な友は何時らに任せるぞ。お前たちも来たのか。度胸はあるようだな。お前たちには証人になってもらう。当主への審問が終わるまで捕らえられることはないと保証しよう。だがもしお前たちの言っていたことが非謀であった場合、お前たちは帰れないどころか罪を背負うことになる。いいな。いいだろう。九条サラ様、当主様からの命により
何人たりともこの先に踏み入ることは許されません。どけ、私は当主に会わなければならない。容赦はせん。くらえ神道の権限呪言律令呪言どこを食べ敗北はしてから引くぞ。天なる雷光手合わせ願いたい。そこどうぞお受け取りください。歌え僕の名のもとに。天狗ライオン死へ活目せよ。十五体力体力体力まだも続け。せいねえどうしようか。有限なるライト引くぞ。捕まった。浄土を開放せし、世界を熱狂の渦に。はっ足りなかったか。やめろサラ、気が狂ったか。私の禁令を無視するとは。当主様、聞きたいことがあるんだろ。気迫に押されるな。高雪様、私は奉行府の上層とファリューへの手紙を見ました。どうかご説明を。遺失した上層と手紙はお前が盗んでいたのか。はん。ではあれらがすべてあなたの直々に書いたものであり偽装ではないと認めるのですか。どうか私に教えてください。当主様、天領奉行は本当に幕府を裏切ったのですか。はあ、私は確かにファジュイと連絡を取り合っている。お前が見た上層も私が直々に書いたものだ。あっさり認めた。メガリレーの発令と遂行に助力すればスネージナヤの施設と約束した利益を手に入れられるんだ。昔から九条家の地位を狙っている奴らは多くいた。我々を陥れようとするカモンも数えきれないほどいる。他国勢力の支持が得られる上にメガリレーを通して敵の戦力を削れる。これほど割のいい取引はない。ただお前に知らせる必要がなかったと判断したまで。それだけだサラ。あなたはあれほどまで将軍様のことを崇拝していたのに、どうして裏切ったことをそんなに軽々しく言えるのですか。裏切る？これのどこが裏切りだというのだ。あのファドゥイたちは私に利用されているに過ぎない。奴らに何ができるという。稲妻の国土において天から雷が降り落ちれば奴らは身を震わすことしかできないアリに過ぎん。逆らうことなどできるものか。なぜなら我々には天下無双の雷電将軍が、あの無双の人たちがあるのだから。おお、こいつが崇拝していたのは雷電将軍というよりも彼女の武力と無双の人たちみたいだ。しかも狂心に近い。では忠義の心はどこに行ったのですか。当主様、私が九条家に引き取られて以来、あなたから臣下としての忠義の道を教わってきました。今思えばそれはただ私に九条家への忠誠を誓わせ、将来裏切ることがないようにするためだったのですね。先ほど言った通りは自身の醜さと私欲を隠すための詭弁でしかありません。私欲？私は九条家の永遠を
守ってきたんだぞ。将軍様はきっと理解してくれる。前当主様もきっと、きっと理解してくれるはずだ。言いたくなかったんだけど、九条家は自分たちの力を過信しすぎじゃないか。ファデュイはそんな簡単にやっつけられる相手じゃないぞ。メガリレーが本当に正しいものかどうか、私も内心疑ったことはありました。私の心にある道義に背いてもやらなければいけないことなのかと。しかしそれが将軍様の示す道である限り、最後まで良し悪しを判断することは誰にもできない。私はそう思ったのです。けれど今になって分かりました。永遠の道に終わりはないと。そしてその道はすでにあなたたちの私欲によって汚されています。従ってそれを正すとしましょう。少なくとも今まで私のしてきた決心に報いるためにも。余計なことを考えおって、生きたければ行くがいい。九条家の地位を揺るがすことは誰にもできん。お前が情勢を変えることはないだろう。将軍様は今天守閣でスネージナヤの施設を迎えている。さあ、宿女と呼ばれている執行官だ。稲妻の背後で起きた全ての元凶は宿女だったのか。離島を離れた時、千里さんから言われたことがあったな。勘定奉行が身分の高そうな女性と会っていたって。あの時に気づけたはずなのに。スネージナヤの施設、ちょうどいい。このままこの稲妻から立ち去れると思うなよ。九条サラが行っちゃったぞ。天守閣に乗り込む気なのか。そうだ、オイラたちも行こう。集合時間になったな。オイラ夢の中でも永遠を取ってたぞ。場所はホテルドゥボールだったはずだ。早く出発しようぜ。